こんばんは、梅ですと。はい、こんばんは、カエティです。というわけで今回は何でしょうか。何ですか。バンダイナムコゲームス。バンダイナムコっていうね、ヒントは出てますが、はい、またバンダイナムコゲームス。はい、またバンダイや、はい、何でしょう。そろそろね、ヒント答えが出てくれないとね、困りますが、ね、サイバーコネクト2。ここら辺まで来たらね、お、分かる人は分かるんじゃないでしょうか、ね、バンダムでサイバーコネクト2で、うん、まあ、右下のあれでね、ぐるぐるなんか渦巻いてますね。お、渦巻いてます、はい、欲望が欲望が、うん、欲望渦巻く月ですね、うん、満月ですね。まあちょっと見ておけば分かるんじゃないでしょうか、うん、あ、でもちょっと鹿が出てるよ。おお、お、出ました。ナルト疾風伝ナルティメットストーム3の体験版ですね。はい、というわけでね、配信されたばっかりの、うん、ちょっとこの体験版をやってみようかということで、うん、はい、先ほどね、落としたばっかりなので、うん、ね、遊んでみようかと思いますが、ちょっとね、カイジもそうだけど、あのネタバラしがね、ちょっと嫌な人は、漫画の方のね、漫画の方のね、うん、原作を知らない人はちょっと、まあ、原作のそのまま忠実に結構やってるんですね、まあ、このナルティメットストームシリーズは、うん、そうそうそう、なんでね、ちょっと、うん、あのそれだけはネタバラして嫌ってして、ちょっと見ないようにしてくださいということで、目つぶって。ね、いや、一緒だね、声だけ聞いて。そう。ということで、ほう。4分ほど映像なんですって。まあ見てないから、見てない。これもそうなの。これは英雄の物語。英雄だって。書いて今もう。ヒデオ。ヒデオの物語だって。ヒデオの物語。ヒデオ。これはヒデオの物語。うん、そう、私全然。あ、あの漫画は。今何巻だろう、20何巻ぐらいまでは読んだ。お、9ですね。そう、知ったかぶりしたら、ただ多分、うん、えってなる。あ、シャリンガン使っとるよ。そういう目になって、でもシャリンガンみたいな。違う、シャリンガンじゃない。いや、悪しき獣に襲われし、この葉を救った英雄ね。え、どの辺の話なんだろう。ああ、どこでしょうね。クービーとかだって言っちゃう最初でしょ。クービーだー、アリだーみたいな。でもあれだー、捕まるじゃないか。あれ大好きなんですよ、アリだー。私いいですね、水木なら食べますね。お、牙がほら、ほんまやね、ユーリのね、ユーリの同じバンダムつながりでいうと、テルズ・オブ・ベスペリアのね、めっちゃ大きいよ。まあまあ、まさになんなん、命をかけて戦った、うん、問題のほかげさんですね。そう、こんな人が封印したんよね、確か。そうそうそう、だからすっごい多分ネタバレすることが書いてるけど、ね、まあ、そうなん、多分この人すごい驚きがちゃった。お亡くなりになったんでしょ、この子は。気づいたか、うん、波風湊っていうの。そう、4代目もあんまりだって今の私読んでる時点では詳しい話出てないですからね、名前とか、うん、ドキドキ。すごい、忍者も使ってるよ。うん、言うと思った。ここはやらせない。え、そんなんで止められるん。あのモンハンに出てくるあの子みたいな、グラビモスみたいな、それをジョジョメーカーな感じ。元気玉を、すごいこれ、すごいな、4代目、うん、これ原作一応だいぶ新刊の方まで読んでるんだけど、うん、なんかそうなんですよ、顔守らないといけないのかな、ね、それだけの規模だと、ね、飛ばすところも慎重に選ばなきゃ。お、どういうこと、誰、お前の相手は俺だ、そして終わった。ああ、どういうこと。あれ、俺もちょっとどんどんわからないけど、早い、検索が、うん、やりたい放題やね。
素晴らしいエンディングでした。まあ、いやいや、始まった、ね、あ、違うんか、うん、オープニングやった。毎回最初に、ね、ことのない、うん、それ別な真実の物語、マミの物語、もういい、もういい、あ、すいません、もう言いたいんだけど、もうあまりにもネタバラしないといけないから、うん、いや、いいね、すごいね、よく覚えてくれます。なんか別のウルトラマンとか呼びたくなるような大きさですね。ものすごい崩壊する、うん、よくいるね。このままでは、この諦めるには早いぞ。なんか誰が三代目、三代目だって。いかに強大な力を前に。三代目ってあのおじいさん、もともと、うん、柱には守るべきものがある。こんなんやったん、何も変わってないことする。ちょっとシワが出たけど、なんかここがほら、ね、忍びっぽい。あ、すごい、すごい綺麗だね。ね、結構見てるね。これアニメかな、ゲームかなって。はい、この、この人をはじめ使う。このシリーズで多分同じですね、操作はね。今私1を、ね、始めようかなと思ってたところなんですけど。まあ、俺もクリアしたはずなのに、もうちょっと忘れたから、こうやってみよう。すごいな、こうやって戦うの。まあ、よくわからんけど、それでやってみよう。うん、もしかして最近はこのおじいちゃんが使えないかな。もうちょっと、ちょっと教えてよ。え、あ、読んでなかった。え、もう、え、どうしたこれ、あれ、めっちゃ動くよ、画面。え、何これ。もう、青い指です。直接叩いてる。あ、青いけど、あっちやった。反対反対反対。急ぎ急ぎ。2、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 
うん、どこだろう、うん、ドリルでやるとこはどこ、あっちや、あっちや、あっちや、でもすんごい危ないよ、あの青飛びの動きが鈍っています。さあ、ダメ様、あっちかな、あっち、おお。アタック、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 ウィンでこらさんだろ、アタック、アタックすごい勇気ある。でもキュービーめっちゃ効いとるよ。もう3分の、4分の1ぐらい、結構効いてるよ、いいんだよ。で、しなったら行くぜ、忍びのもの、来た、行けるぞ、忍びのもの、で、クラコーン。なんかさ、あ、手のターンみたいな感じ、配信を結構いいけど、早くいいけど、すごいね、すごい。これ忍者、忍者アクションですよね。すごい。いいDF ね。お、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 長寿が来てくれた。長寿だね。あ、父ちゃん、長寿。あの、焼肉大好きな子の父さん。そう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 。あ、合流しよう。どこどこどこ、長寿だか。そうだね。長寿もういっぱい。落ち着こうよ。お、来た。よし、行くぞ。おっ、行けー、調査出た。お、バイが行った。うーん、よ、父ちゃん、父ちゃん、めっちゃでかい。同じぐらいにあったよ。あ、お父ちゃん。ダンス。お、なめてんの、興奮してます。長男。ねえ。そして、はい。ね、なんかインタラクティブアクションとやらに行ってみようかと思っておりますが、ちょっとね、今、マミジュの面倒書いてはいったので、聞こえますか、ね、よし、じゃあ行くぜ。そうだ、そうだ、ほう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 、とりあえず、いいアクションをしたら、いいですね。あ、喋ってたら、あれしんだけどな。えどこい、星にしか出てない。まだまだ、これだったら。おー、めっちゃ転がっとる。お、よし、この駅じゃ。行くじゃん。行くじゃん。あ、援軍来る。ここは俺の味方、援軍を取れなかった。あ、あそこにあるよ。
的。めっちゃすごいな。どこまで行っていいか分かんない。遠いすぎてるよ。よし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 。どこどこ？ないよ。足場。危ない。危ない。ズボワ。来た。いつまで？接近。接近。接近。あれ振り回ってる。お、来た来た。到着到着。ズボワ。お待たせしました。うわ。まだまだ。そらそうか。立て。はい。いるどこに。おった。これか。いびつきしてる。いびつき。おお、ガスがめっちゃかっこいい。おら。はい。はい。ガスが強い。はい。あ、まだあれだから。どこに倒しようかな、これって。うん。だってさっきの2が。めっちゃ怒ってる。それは怒るよ。めっちゃ怖いね。うわ、私たちガスがやられた。ガスがやられた、怒る。よいしょ、俺も。誰でも。いけ。上がり。うん。うわ。作戦実行まで、もう間もなくなる。うん。何や、何するの。めっちゃマジで燃えてる。すごいな、どこまで歩けるかわからんもん。ほい。パッと見とったらすごい難しそうなんですけど、落ちたりとかは。いや、勝手にバスしたらジャンプしてる。あ、そうなの。バスとか難しそう。デンジャー、デンジャー。デンジャー、死ぬ、これか。これか、あいつなんて強い攻撃するよ、絶対。うわー、無感取ってくれ。うお、うお、うお。すごい、これ重いわ。だってもう喋れてないの。うん、うおうおお。来た。あ、なるほど。こんな格好が。こんなんやったかな。よし、鍵縛りや。行け。おお。オッケー、来たね。おお。おい、おい。おお、すごい。星読んでた。星読んでた。星読んでた。ってことは、行った。二の一。あ、山中さん。はあ、花屋さんのね。おっ、すげえ。どういうことこれ。さすが火影ともあるけど、すごいね。ねえ、ちょっとみんなすごい力だよね。火影の術みたいな感じ。すげえ。すげえ。なんかオープニングからもクライマックスなんだよね。だけもう多分聞いてないのなと思って、うん、夢中で。お、マジ？キュービー倒した。すごいね。全然聞いてないよ。ちょっと待って、キュービー全然聞いてないよ。二回言う、二回言わんの。あかんて。私はちょっと見ちゃってるんですけど。ねえ。おじいちゃんもうめっちゃ死んでる。さすがに粘りおる。じゃあこの葉は負けぬぞ。そうよ、ね、この葉の魂はなんとやらよ。何それ、そんな言葉ありましたっけ。なんかこう、あ、うん、待っていてくれ、すぐに来た。今のお前に予想を案じる暇などない。誰だ、なに、これ誰なんだ、知ってるのあなたは。おら、知ってる、それ読んでるもん。こいつめ、お前は何者だ。何者だ。なぜ木の葉を狙う。そうなんや、なぜこいつが。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに。終わるんだ。すでに希望などお前らにはない。お、鎖出してきた。おっとおっと、急にまた急に難しくなったけど。へえ、覚醒、一周したら覚醒するんだって、スティック。おお、よく分かってないけど。シークレットアクションだって。
ほう、ちゃんと頑張ってるみたいな。戦闘開始。まあ、とりあえずやってたらヒント教えてくれるだろう、きっと。ただ。それをハイブリッドタクト。これがキュービー操るとこの。なかなかいいチャンスだろうな。言ったから。あ、僕が言ったか。マダラ？コウちゃんじゃない。違うよ。あ、コウちゃんではないか。一族の。うわ、超強い。そうだよ。どうやってこれやってたんですか。あ、説明したんで読むべきだった。行くぞ、螺旋丼。あ、何からこう押して、A ボタン押して。青いだけ。どうやってこれ調子されるんだ。分からない。まさかの。うわ。なんかいろいろ感じが。痛い。どうやって避ける？周りには。あ、分からないな。頑張れ。あれ見て。俺は四代目カカゲの名は伊達ではないよ。シークレットアップだね。ベテラン。ベテラン、これか。おぉ。今ベテランか。シークレットアップだね。なんかダッシュしてから。そうです。桜出す。あ、桜出すか。行った。あ。え。危ねえ。危ねえ。お。お。あ、分かった。お。お。お。未来神はニノなんだよ。へえ。いい勝負です。勝負は一瞬だ。まだ。ちょっとこれどうかくれる。これでキュービーはお前のものではなくなった。へー、だってシークレットファクター。おお、あー、へえ。お、シークレットファクター来た。ああ、絶対に負けられない。もう帰ってやってしまった。ネタバレ。あれ、ナルト今だ。お、おう。さすが四代目ホカゲ。こいつの息子ってことじゃない。当たりです。いや、でもだって漫画読んどってもそうじゃないかなって思う。わかるよな。だがキュービはいずれ俺のものに。原作好きな人はもうごめんなさいってことね。俺は読んでない人はね、まだ。実はナルト超エリート。まあ、じゃないとね、あのチャクラあるわけないんだけど。あの感じ。実は四代目の息子。これ最近わかるよ、漫画では。キャホンマン。超最近。そんなやろうと思っとったんやけど。息子に封じ込めたんかなって。そう、でこれがそのお母ちゃん。お母ちゃん、お母ちゃん初めて見るね。会いたかったってばよ。ここ泣くんだよ、これ。このシーン。へえ。ナルト、ちょっと不覚にもうるうる来たからね。あなたを、うーん、鬼の目にもね。最初の漫画なんでやねん。最初の漫画、最初の頃ね、子供のところいじめられてたね。いじめられたっていうか、子供に応援に行くすんだよ実は。超めっちゃ怒られるで、そんなの。ほう。で、結局交換ね、母親と CM 時にあった。俺は一人じゃ。お、ガーラ。もうこれ分かるよ、書いて見てしまったら。やばい。俺は負けない。うん、何人かはでも私見たの。私の飼っている2尾の方がお前の数字。漫画あんま出番に出番なかったっぽい。囚われとったで、今日読んだとこで。そう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 。なんか釣り、張り付けみたいなされとったの。なるほど。だから俺
そっか、初めて見るもんね、まあ、アニメではあるのかな。ヤクザだからアニメでやったんかもしれない。うん、俺あんま知らない。映画とかもあるしね、まあ、オリジナルのね。ああ、カフェ。そうそう、ロース老いたとしても心弱き者には負けはせん。かっこいい。おお、さすがだ。あ、ドラゴンボールみたいな。そこの手に屈しはせん。あれなんかわかんない。さあ、謎の生物。おい、これいいね。なんか男前が来たよ。ねえ、こいつ好きだよ、この移動方法。なんかあなた好きそうな、だって見た目が流しみたいな人。ねえ、セッテリンっぽいね、セッテリンさん。命がけの戦いはサモン、サモンタワー。ああ、息子の方ね。そう、同じバンダイ、バンダムつながりで。ジョジョがね、オールスターズ、あれめっちゃ楽しみなんで買おうかと思ってる。その前にマルキネット、おい、キラービーきた、俺の男子にキラービーで、ユーユー、いいですよ、カイちゃんも好きだよ。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、まあ、もうここまで見てしまったら言ってるけど、ナルト超強いからね。原作、もうちょっとやばいよ。これはホカゲの息子でキュービーつなんか入っちゃうんだよ。はい、まあすごいなって。バグキャラじゃない。今漫画でこういうことになってる。第4人対戦。そうそう、彼らは霧がくて忍び型が新一の前任者たちだ。サスケはどうなんとか巻き返さないと。勝者は候補にまあまああんまり言いたいから6人ほらよ、お願いします。もうこんな戦いはなしにしよう。うわぁ、いいなぁ、やりたいなぁ。出番あったかなぁ、シノ油目さんは。これが今の忍びの力だったかな。さっき油目シノって声の出演みたいなのが出てなかった気がしないけど、なかった気がしないもしや、すごいことになってるだろう。プロレス4代目のおかげは失敗なんかしてね。そう、アニメ表現で確かに守るべきものがすごいよね、これ本当に。最後まで諦めない。ミナトはそう信じたよ、ね。まあ、ちなみにね、今カイディがワンの方ですね。ツーは俺まず最初に来ないよね。その前、その前か、何年か前で、むっちゃ面白かったから。ハマってます。もうキャラ、正直キャラゲーって思ってたけど。完璧にやるみたいな、極めようとしてましたね。コンプリートしようとしたからね、すべてを。おー、なんですごいね。もうこれはマスバイ。即座に予約をしていただく。マスバイ。マスバイ。俺とクラマが組めば何も恐れるものはいねえ。はい。え、めっちゃなんか機能。はい。こんなことします。今のやると。ビジュモード。はい、4月18日発売。ほう、まだ。まあ2月ほどですね。お、今ちょっとまず予約を。うわー、水着コスチュームだって、さくらさん。あ、こっちの方がいいだろう。すごいジャンプやからね、やっぱりね。それはもうドラゴンボールファンの方もぜひね、やってみてはいかがでしょうかということで、なぜかその後、これは映画会なんだブルーレイ、ブルーレイか。アニメの方はね、プラスアルファというか、こう原作じゃないやつもいろんな話があるからね、見てみないといけない。で、これ映画の方じゃない、ロードトゥー忍者ナルトザムービーブルーレイ DVD 4月24日発売。ロードトゥー忍者だって、うん、ムービーやもん。あ、ナルトザムービー、ね、これを見ないといけない ね。どんだけナルト好きなんだ、ね、コングラチュレーション。はいね、というわけでね、面白そうですね。いや、てか面白かった。最初のあれちょっとよだれが止まらないぐらい面白かった。うん、なんかニコニコしてるみたいな。これはいいね、いいゲームだ。いいゲームだ。いいゲームだ。もう、うん、もう回を買おうということで。ね、あれ、ね、まだなんか、あ、これさっきのオープニングってさ。うん、多分ね。というわけでね、まあ、はい、あの今。実はね、配信中の体験版が配信されてますので、ね、はい、興味ある方はね、遊んでみてはいかがでしょうかということで、はい、今回はね、この辺で、はい、もう多分製品版もね、ずっと遊んでるんで、きっとその時はまだ通ってるので、そうです ね。まあそれまでにね、皆さん1なり2なり漫画なりということで、ね、勉強してみてはいかがでしょうかと。シリーズ版の人は、はい、ぜひ遊んでみましょうと、はい、
だけね、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。